ットナイン2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。10月の4週からをスタートです。もしかすると PC の調子が悪く、どうメモリーが悪いみたいですけど、もしかしたら、最初の週で落ちるかもしれませんが、また戻ってきますので、その時はしばらく、その場合はお待ちください。こちらツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。マイツイッチアカウントプリーズフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後、20日ですね、21時頃にライブ、プレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Upload Two Days After Premiere Live This Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。10月を4週ということで、このレースも今週も結構レースがあります。じゃあネクストかな。EP テイラーステークス、天の初音ミク1番人気。初音ミクは122、ダントツですね。ここで落ちないか。レース中に落ちた時もあったからな、まだ何とも言えませんが、じゃあレースいきましょう。ウッドバイン競馬場 G1 EP テイラーステークス芝 2000m です。さあ、いよいよ今10月を4週あと2000、この競馬のゲーム中の2010年もあとちょっとですね。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブラムタッチ、これはいいスタートを切りました。ネバーテンダー、どこにいるんだ。もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出し、外からまあまあいい位置にいる。その後ろからはブラムタッチ、この馬も上がっていく構えです。さらにはモアフォーエバー、2番シェアドアカウント、その後ろネバーテンダーフット、先手を取りました。少し間が空いてシーカーパーシブ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。インプライドオフェンシブ、その前に進出、並んで栗色の馬体、ボールドサバンナ、フォーエバートゥゲザー、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりました、うん、天の初音ミク、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。ピンクの帽子、ウィッシングヒューモア、その後ろ、すぐ後ろにチャムシーバニアです。
その隣にフェイムセイバー、ウィニーズオブリック、そのうちに続いています。しんがりからフォーマルハウトヴィンテージ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番これですね、外枠依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番ネバーテンダーフット、2番手はモアフォーエバー、ブラムタッチ、3番手まくっていった天の初音ミック、まだ後ろ、この位置から果たして届くか。ちょっと押すと回りすぎなんじゃないの。でももう先頭ですね。先頭シェアドアカウント2番手、シールが違うと思う。完全に抜け出した。はい、勝ちました。強い強い天の初音ミック圧勝ゴールイン。2着はシェアドアカウント、3着にデイムセイバー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の初音ミック、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、1着です。これで5個目、4歳か、叩き量化カナディアン国際ステークス天のニコニコです。天のニコニコも勝ってほしいな。まあでもまあこれからの馬ですけどね。 一応1番人気、125、110を超える馬がいませんが、勝つことはできるのでしょうか。ではレースいきましょう。ウッドバイン競馬場 G1 カナディアンインターナショナルステークス芝 2400m です。そうですね、昨日の夜の BGV 配信で3人の方フォローしていただきました。ありがとうございます。フォロー数も増えて嬉しい限りです。カナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。花を切ったのはウェルノール7枠のオレンジの帽子ですね。さらにはアムールクリスマス、古豪ハートオウス、その後ろ先手を取ったのはベストプロメテウス、オマージュタラート、それに続きます。その外からアーゴリアルラバー、好位置をキープしています。天のニコニコ大きく離れました。お、先頭に踊り出たニコニコが。その隣にパーティーロビン、ディアウィンストン、この馬もこのグループ、ピンクの帽子、ローミンディスパーサル、その後ろ、内からはアラビア K ポイント、その後ろにソリストインサイド、しんがりからサートンビレッジ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。11番、天のニコニコ、2馬身から3馬身のリード、少し離れてウェルノールネイビー、続いています。そしてやや離れてベストプロメテウス、これに続くのがハートオウス、並んで足毛の馬体アーゴリアルラバー、すぐ隣にアムールクリスマス、その横にオマージュタラート、その外にクラナックウォロック、その後ろにディアウィンストン、並んで5番パーティーロビン。ここで各馬第3コーナーのカーブに3コーナーに差し掛かります。天のニコニコ、天のニコニコ、さらにリードを広げました。2番手はウェルノールネイビー、間を挟んでアーゴリアルラバー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あ、もうブチギーですね。まだ持ったまんま、後続は遥か後方、全然差が詰まりません。このまま押し切り圧勝ですね。強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。2連勝。イギリススプリントステークスブラックキャビア登場です。もちろん1番人気、ですがブラックキャビア136、他が110を超えないので、もうしっかりこれは勝ってもらうしかないところです。逃げ馬が他にいないんだな。じゃあ押し切ってもらいましょう。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンズスプリントステークス芝 1200m 電撃戦直線競馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アポロサークル、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアポロサークル行きました。続いて前へ行くのは先頭伺いますね。さらにはブラックキャビア、3番キャビアクリスタルバラコイス、その後ろアポロサークル先手を取りました。ペットフェイバー、それに続いています。その外にグレートソピア、そんなに押し無理やり押し上げませんね。2番手ですね。続いています。ジーズカフェ、それに続きます。内からはじっくり行くっていう構えですね。ここから加速していく。その外にダイナマイトマジック、内からはラウディキャペレット、残りあと 400m、 長い直線、ここからもう一気引き離してます。ブラックキャビア、あと 200m、 詰まりそうにない。完全に引き離した。2番手はラウディキャペレット、後続は圧勝です。ブラックキャビア独走、ブラックキャビアぶっちぎりです。2着はラウディキャペレット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいですね、強い。G1 5連勝。ブラックキャビアやってくれました。さあ次のレース、山の小泉チャンピオンステークス出走、一番人気です。小泉も金札確定させてますからね。オットリンクワン、リップバンウィンクルが強い。ちょっと一番人気ながらリップバンウィンクルが強いんで厳しいんじゃないでしょうか。他サラフィナやオーバーステートメントコメットもいますね。この辺はみんな有力馬になります。リップアンウィークラ内枠を取ってるし先行有利なんで捕まえきれないかもしれませんね。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンステークス、芝 2000m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケープブランコ、綺麗なスタートを切りました。悪くないスタートです。ケープブランコ行きました。続いて前へ行くのは天野小泉、小泉結構積極策ですね。逆にリップバンウィンクルは先手取れなかった。続きます。すぐ後ろにプルデントイル、まあ好位ですね。同じような位置にいます。その後ろからはリリーオブザバレー、3コーナーへ。隣にアポロスペア、内からはブラムアイレス、カスタンジュークボックス、すぐ後ろ黄色の帽子オーバーステートコメット、その後ろすぐ隣にリバーサイドカーロッタ、すぐ後ろにザガーデンオマール、ウッドマン、行きっぷりはいいですね。しんがりからサラフィナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです、うん、先頭から最高峰までおよそ10馬身、淀みのない展開、うまく出し抜けばチャンスあるかもしれません。さあ先頭は依然として2番ケープブランコ、ケープブランコ、そうそう多分仕掛けると思うんですよね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ小泉中がいい感じはするが、さあここで内からリップバンウィンクルが先頭、逆に小泉は伸びない、バグに沈んでいる。あ3着か、足ためてましたね。3着に天野小泉、勝ったのはリップバンウィンクル、見事な勝利です。4番手濃い差しを見せました。小泉は伸びきれなかった。クイーンエリザベス2世ステークスブエナビスタです。1番人気、
ブエナビスタは132、シュリス・デゼーグルが怖い。あとタイニーマージンあたりでも一騎打ちでしょうね。じゃあ行きましょう、レースです。アスコット競馬場 G1 クイーンエリザベス2世ステークスは芝 1600m のマイル戦です。さあブエナビスタ、勝ち切ることはできますでしょうか。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはチック&シルティーク、キーンダンドロージーズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキーンダンドロージーズ花に立ちます。その後ろからはチック&シルティーク、この馬も上がっていく構えです。さらにはプラントゥール16番シルキーホワイト、その後ろ先手を取ったのはキーンダンドロージーズ、そして大きく離れてシュリス・デ・ゼーグル、この位置です。インディアナ・ドゥ、そのうちに続いています。ジャック・オリーブ上がっていきました。その外にフレーミング・バースト、内からはスパイラル・シュタイン、内からはサムタイム・サプライズ、その外からタイニー・マージン、ブエナ・ビスタ、後ろからになりましたミッショナリーズにそれに続いています。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ後ろから大丈夫か。その後ろからはトロット・ミッション、これに続くのがカレッジキャスト、最後方にアルブレヒトブリンガー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度ブエナビスタ、ここから上がっていこうとするが、400m 長い直線、ここからどうか。日曜王者叩き合いだ、ぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、うん、だが立ち遅れているシュリス・デゼーグルに。2番手はブエナビスタ、シュリス・デゼーグル、この馬で決まりか。やられた。シュリス・デゼーグル1着、2着はブエナビスタ、3着にプラントゥール、勝ったのはシュリス・デゼーグル、見事な勝利です。直線競馬敗れてしまいました。レーシングポストトロフィーフランケル1番人気、2歳のレースですね。わかんないな、結構まだ流動的と言えるんじゃないでしょうか。ただ前に行く馬は少なく、逃げ馬フランケルしかいません。展開的にはチャンスでしょう。レースです。ドンカスター競馬場 G1 レーシングポストトロフィー芝 1600m 2歳限定のマイル戦です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、直線競馬ですね。フランケル前に行きそうです。デルマースペン、それに続いています。なので外枠だからといって不利はありません。先手を取りました。グレイマントカインド、そのうちに続いています。その外からジャマバッグ、ダイヤモンドボヤージ、それに続いています。内からはフロラン、その外にトゥゲザー、シューティング・グレンビア、それに続きます。その外にステイビルジット、内からはスプニーラパス、ぶつかり合います。馬体を、その外にガンドリア・テキサス、その外にルート・ボーフィールド。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。最高方にエンジリック・ギャラリア、怖い怖い、ぶつかり合いが、先頭が変わりました。フランケル、デルマース、ちゃんと漁さないと、ほとんど差がありません。ジャマバッグ、その中に先頭で踊り出ます。フランケル、後続集団も追い上げにかかります。足色が違う。メートル長い直線、ここからどうか。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。残り200m、フランケル力上がってくるが、馬がいるが、後ろはどうだ。押し切りそう。勝ちました。2着はプールモア、3着にステイビルジット。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ついに2歳で G1 制覇。フランケルお見事です。強い。レーシングポストトロフィー。
海外はこれで終わりです。さあオルフェーブルがデビュー戦です。一番もちろん一番人気ですが、本誌本名はオリーブコールにやられてますね。せっかくだからもうレースで見ていきましょう。レースです。東京競馬場2歳新馬戦は芝 1800m 小雨、主な馬場です。さあデビュー戦となります。オルフェーブル勝つことができますでしょうか。第5レースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、黒の帽子2番です。ジープスズラン先手を取りました。その外からセレナーズアラリア、並んで黄金の馬体レッドサイダー、サザンプレセン、すぐ後ろその外にトレボルカプス、その後ろにナイルキュア、その後ろにオリーブコール、一番後ろにオルフェーブル。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から6番レッドサイダー、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、セレナーズアラリア、それに続いています。これに続くのがジープスズラン、すぐ後ろにサザンプレセリ、その後ろにトレボロカプス。これはスローペースになりました。追い込み勢にはしかも最高峰です。先頭から最高峰までフェーブル、これは縦長の展開です。後継機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。大丈夫かオルフェーブル、ここで先頭が入れ替わりました。レッドサイダー、セレナーズアラリア、内をついてくるオルフェーブル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。レッドサイダー先頭、下がってくる、先頭へ、ここで先頭に立ったオルフェーブル、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あ、もう足色が違う。この差は果たして縮まるか。あと 200m ぶっちぎりです。2番手はジークスズラン、圧勝です。強いぶっちぎりです。2着はジークスズラン、3着にオリーブコール、これは桁外れの強さだ。オルフェーブル、いいんじゃないでしょうか。当然でしょう、三冠狙っていきますよ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アマノヒーロー先頭、2馬身から3馬身引き離す。アマノハウル足色は十分、前に迫れるか。残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。残り 100m、 一気にアマノハウル、アマノハウルかわす。アマノハウル、アマノハウル、1着2着はアマノヒーロー、3着にダノンカモン、これが G1 馬だ。アマノハウル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。
アマノツボン先頭、2馬身から3馬身引き離す。サーベルクリア、必死に追います。この差は果たして縮まるか。天馬ホッパーいい足、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、一気にアマノグ、アマノツボン粘る。アマノツボン、アマノツボン1着、2着はアマノグ、3着に天馬ホッパー。一番人気に応えました。アマノツボン見事です。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のスペシャルカフェ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ディルダバル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してディルダバル花に立ちます。その後ろからはビッグウィーク、この馬も上がっていく構えです。さらにはダイワファルコン、15番テンマベッド、その後ろビッグウィーク、先手を取りました。そして大きく離れてビートブラック、この位置です。その外にオリーブハビット、好位置をキープしています。ビクトワールピサ、すぐ後ろにローズキングダム、その外からスペシャルカフェ、凱旋石壁、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その外にエルイコーディフ、内からはトゥーザグローリー、その外にヒルノダムール、青の帽子レイブドリア、その後ろ並んで11番エイシンフラッシュ、内からはスピードファニー、その隣にスイーツコンプトン、しんがりからアズエピグラム。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。栗色の馬体ディルダバル、レースを引っ張ります。すぐ隣にビッグウィーク、これに続くのがダイワファルコン、一番人気のビクトワールピサ、現在先団に取り付いています。その外にエンマベッド、さらには凱旋石壁、その外にエルイコーディフ、ビクトワールピサ4番手グループですね。スペシャルカフェ、並んで8番ヒルノダムール。京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。前はディルダバル、ビッグウィーク、ほとんど差がありません。ダイワファルコン、3番手ビクトワールピサ、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。ビクトワールピサ少しずつ上がっていきます。並んでビッグウィーク、ダイワファルコン続いています。さあここから仕掛けで足色がいい馬何になるか。その外からさあビクターピサー上がっていった、一気に先頭へ。直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったビクトワールピサ、粘る粘る。3馬身から4馬身のリード、残り 200m、 外から来ている。アドバンテージをエイシンフラッシュだ。あーっと足が打った。エイシンフラッシュ、エイシンフラッシュ、エイシンフラッシュやれました。2着はローズキングダム、見事に勝ちました。エイシンフラッシュ、ビクトワールピサ敗れました。これは掲示板までです。本当に勝てると思った、いい仕掛け勝ったと思ったら、なんと最後バテてしまいましたね。トゥーザベグローリーも7着、エイシンフラッシュの群門の前に沈みました。
そして天のアラフォー新越ステークス一番人気、クラブは凱旋のダメも出走、天のアラフォーグリグリです。ダイジェスト、新潟オープン特別新越ステークス芝 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天のアラフォー先頭、残り 200m を通過して、後続を大きく引き離しました。さあ後ろから切ってるが、これは捕まらない。これは強い、勝ちましたね。この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエルインディアナ、これは桁外れの強さだ。天のアラフォー、まだ3歳なんですね。1800勝。お、大量出走、ブリーダーズカップだけでこれだけですからね。そういう GBC も5頭出走です、3レースで。で、空き店としてルーラーシップ天の千の風を2頭が出走いたします。さあ天皇賞秋の展望となります。ルーラーシップか、ルーラーシップ一強ムードです。遅いした。アロマカフェどうでしょう。岩上新聞杯勝ちましたが、ちょっとやっぱ力不足かな。覚醒なのでまだアロマカフェ、これからが要注意じゃないでしょうか。ハロウィン天使関谷美佐、ヘンテコ、ニコニコは本当嬉しいですね。じゃあ行きますか。ちなみにクラブは、伊坂さんと天本さんのみですか。さあ天の蓮舫はアルテミスに出てきます。受賞初制覇を狙います。賢さが低い、肩の前ガールが入って、山ガールがデビュー前、同じレースだったら嫌だな。あ、違うわ、違うとこに、デビュー戦控えてんだ。そして肩のツイッターです。肩のツイッタークリテリウムドサンクルですね。そしてオルフエブラハボタン賞を言ってますが、まあ、とりあえずこれには出しましょう。それ以外となると、もう
だってこれぐらいしかないもんな。でも方のツイッターが先に登録しています。距離も行けますしね。これはもうちょっと任せていいんじゃないかな。とりあえず日周放牧ハモタン賞で決定して、フランケルオルフェーブルは放牧、なんだインサイト、インサイトも強かったですよね。ダート路線を歩みます。ちなみに11月は3週だけど放牧しちゃいます。このぐらいで勝てないとやっぱりね、強い馬じゃないです。さあ片尾ポニーは秋華賞を勝ってくれました。ただ早熟ではあるんで、もう厳しいでは厳しいですが、エリザベスイス出るけどこれギリギリだもんな。エリザベスには出ない、むしろマイルの方がいい。アメリカンオークスや iPhone が出てる、ユートダービーにはブルーレイがいるからあまり出るレースがないよね。ここぐらいかな。まあ、とりあえずじゃあポニョは一種放牧、で次が iPhone。 iPhone も、アメリカオークスですね。次が iPhone はクイーンエリザベス2世 CCS で初の G1 制覇になりました。カレンちゃんはダーリエクラシックに出てきます。これが終わったら放牧します。そしてルーラーシップ天皇賞秋、今のところまだ G1 3勝ですが遅めなので、ダービーカーは3連勝、ここも期待が集まります。うん、ミニューカップか、両対応だけどな。ハリウッドダービー出るんだ、ブルーレイ大丈夫かな。まあでもジャパンダートダービー取ってるから大丈夫だろうな。本当はダートの G1 レース出た方がいいけどな。ハリウッドダービーは芝か、まあ一周放牧しましょう。で送り人が7、もう7勝です。早熟っていうのもあるんでしょうけど、実戦9勝ですかね。1回しか負けてない。マニカトステークス取ってほしいとこです。一方アマナーラホーです。オープン特別勝ちましたが、さすがにマイルチャンピオンシップは苦しいっていうか調子が悪い。しっかり休ませておきましょう。本賞金は8200万だから G3 レベルだな。ケアハイ、保護講師を任せられないって言われてる。で花盛りがそろそろね走ってほしいとこですが、でラキスタドロロともいいと思います。どっちが期待できるかな。ラキスタの方かな。彼はまあちょっと溜まってるけど悪く、
そんなに響いてない。ハニカミがまあ調子はいいな。ハニカミは急勝なんでもう確定ですが、モノヒーローはわずかに及ばなかった。次はチャンピオンズカップです。ある日が12月、今週上げた後は12月を1週か。じゃあこうしますか。ね、ループは下月。調子は、まあ、まだ放牧しないでいい。フェイトはエリジョ。まあ、G1 取ってないですが距離適正あるんで、これはそのまま出します。キャンキャンは調子がいい状態で JBC レディース CL 登場。ゲド戦記も出ます。これも放牧なし。スマートハルコも JBC クラシックしっかり勝たせたい。そしてオーケンブルースリーがジャパンカップ、あと2勝なんですが、まあ一周放牧ですね。はい、今年中に取れればベストなんだがな。オーケンブルースリー引退しさはないです。千の風は起点、いいの起点はないわな。まあでも出すレースがなければもう出すわけにはいかんけどな。福島記念はあんまりいない。ここ出しましょう。はい、知りません。一生悪くなっても出すわけにはいきません。他の間出てますからね。秋天はルーラーシップオーカー、そことぶつかるのは愚の骨頂です。さあゼニアッタは南部杯勝ちまして、次は BC クラシックに出ます。この流れ。 iPod ちょっとやっぱり2着続きですね。凱旋門賞本当惜しかったけどね。精神力を上げていく。でもね、今年いっぱいかな。ブログがどこ？香港バーズ、まあ、休ませましょう。でアミーゴ BC マイル、想定内も2着が多いな。 JC 行ってますが JC は長い。 JC はないです。ありえない。マイル戦あたりですね。まあマイルチャンピオンシップとかもあるわけですが、ダートは無理。芝のみのマイル戦。チャレンジカップも別にいいんですけどね。阪神カップかな。チャレンジカップ出してみましょう。これだったら距離は大丈夫です。なので、一周放牧させます。冬ソナですね。冬ソナちょっと調子が落ちてる。キッシャサーターフスプリント28勝は金字塔です。JBC スプリント気持ちいい。ちょっとここで休ませるかどうか断言しない方がいい。いやまあこれでいいか。世界に花は気持ちいい。まあ断言しない方がいいかな。
国内のレースなんで断言しない方がいい。で、世界に花も出します。20勝です。これは確実に休ませます。で、勝ちたんや、勝ちたんやが9勝、ビシーダートマイルいけると思うんですけどね、金札。さあこれにて、ゲームオンデュート、フューソナー3番手、ゼニアッタが白三角か。有力馬の1頭、さあルーラーシップがトップ扱いですね。3歳馬です。3歳で菊花賞には出ず、こちらに挑戦です。なるほどな。では行きましょう、ネクスト。さあブリーダーズカップが始まります。まずは、BC ブリーダーズカップフィリー&ミアスプリントだと 1400m に刀ある日一番人気123だが、正直激戦ですね。さあレースで行ってみましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントはだと 1400m で揃えます。世界各地から快速自慢のレディーたちが集結しました。全米最速のスプリント女王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、アメリアパリス前に行きそうです。外枠ですね、肩のある日は。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはチェロキーキャピタル、その外からネイベルキッド、その隣にインフォームドディシジョン、好位置をキープしています。肩の春日、ピンクの帽子、オワーズメッセージ、その後ろ内からは CB ワイルド、並んで4番ハシストイクスプレス、引いちゃいましたね。その外にミネソタディクタウェイ、中段まで下がったフルトチャイムス、並んで11番ジャンプギャファリー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番、どうなんだいキプリは、あんまり元気なさそうな感じだよな。シストイクスプレス3番手、さあ決着をつける時が来た。日米を片野春日先頭を伺う、いつの間にか先頭、外から片野春日先頭、残り 200m 先頭は依然として片野春日が抜け出した。2番手はインフォームドディシジョン、勝ちました。2着はインフォームドディシジョン、3着にバリースウォーム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。早めのまくり追い込みで1着を取りましたね。3連覇なんと。BC フィリー&メアターフ天の世界に花、一番人気クラブはアパパネも出走。世界に花108点、オートジェム109点か、アパパネは105点、激戦です。アパパネも全然怖いですね。さあ大激戦の、ブリーダーズカップフィリー&メアターフとなりますレースです。牝馬限定芝 2000m G1 サンタニタ競馬場で行われます。芝の女王決定戦、ブリーダーズカップフィリー&メアターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早く、
北欧製紙最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。まもなく発走です。スタートしました。ヴェルディマジョリティ好スタート。アピンティエミネンス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヴェルディマジョリティ花に立ちます。その後ろからはサファリノーベンバー、この馬も上がっていく構えです。オートジェム、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。スカセリタ先手を取りました。その後ろからはサファリノーベンバー、その隣にチェリーライ、内からはサポーナイトキー、最強女王天の世界の花、2番手を追走。2番手か。アピティエミネンス並んで8番イーディスリッパーズ、ヴェルディマジョリティ、すぐ後ろレイディシェイクスピア、そのうちに続いています。この辺りで2番手押し上げましたね。カーブして第2コーナーに入りました。アパパネ、それに続きます。黄色の帽子フレーミングエイティ、その後ろ内からはレッドディザイア。あ、でも下がっていきます。前に進出。これに続いてオートジェム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G14 勝スタセリタ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身チェリーライ。スタセリタがなんか楽にかけてるように見えますね。やばいかも、使わに行かないと。さらにリードを再度上がっていきます。内からアピティエミネンス3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m 上がってきた。アパパネ、あれは中割ってきたのは。2番手はスタセリタ、天の世界に花、勝ちました。決まりか。天の世界に花1着、2着にはどうやらアピティエミネンス、3着にスタセリタ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ってくれました。8歳。激戦ですが、あの世界に花が見事に制しました。さあ BC ディスタフにイナバウアー登場ですが、2番人気です。オーサムマリア、レイチェルアレキサンドラ、レイチェルアレキサンドラのにレーティングでも下回ってますね。これは厳しい。オーサムマリアも怖い。あ、ダイジェストかな。差しに変えます。ダイジェスト。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップディスタフ、牝馬限定ダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 日米王者意地のぶつかり合いだ。上がってきた。レイチェルアレキサンドラ、行け。させ2番手はさせない。レイチェルアレキサンドラ、イナバーはわずかに遠きませんでした。3着にハブルデグレイス、勝ったのはレイチェルアレキサンドラ、見事な勝利です。PC ターフスプリント、キンシャサの奇跡です。1番人気、133ダントツです。これは勝たないと嘘になります。プレザントバドミントンあたりは強いですけどね。マルシャンドール悪くないがレースです。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップターフスプリント、芝 1300m 短距離戦、キンシャサの奇跡がゲートインです。スピード自慢たちがさらなる高みを目指します。芝の最強スプリンターに輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップターフスプリント、まもなくスタートです。スタートしました。ドライヤードデューンス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してドライヤードデューンス花に立ちます。その後ろからはソフトリーコモーション、この馬も上がっていく構えです。さらにはシーホーネット、8番オールクウェストアーティカナ、その後ろ先手を取ったのはドライヤードデューンス、間が空いてフレーミングエイト。各馬サンタニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。さあ先頭は依然として古豪ドライヤードデューンス、まだ粘っています。さあ3コーナーか4コーナー、ほとんど差がありません。ヴィンテージショット、3番手12番キンシャサの奇跡、まだ後ろ。この位置から上がっていってますよ。キンシャサ王者の争いだ。ドライヤードデュース先頭、外から勢いよく、さあ力強い足、背足。さあ先頭は今度はキンシャサの奇跡、2番手はソフトリーコモーション、
最後は引き離す完勝です。段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。一番7連勝さあ次は BC ダートマイルです。アマの勝ちタイヤ一番人気125、 S ケンデレアが115か。ワイズダンなんかもいますね。さあレース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップダートマイル、ダート1600m です。マイルを舞台にそのスピードとパワーを競います。全米最強のダートマイル王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップダートマイル、いよいよ発走です。スタートしました。コンコードポイント、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコンコードポイント鼻に立ちます。その後ろからはエイバリットエアコブラ、この馬も上がっていく構えです。ワイズダン、どうやら後方からの競馬、前に戻りましょう。シドニーズキャンディー先手を取りました。コンコードポイント、それに続きます。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。少し間が空いてウッドマンクローズ、エイバリットエアコブラ、すぐ後ろ方位置をキープしています。アマノカチタインヤ、その隣にエスケンデレア、すぐ隣にギニリセス、オーメリックオルメック、そのうちに続いています。青の帽子アーリーアフロディーテ、その後ろ、この辺りで先頭が変わりました。コンコードポイント、シドニーズキャンディ、さあ上がっていく。3番手に天の勝ちタイヤ、タイヤが絶好の手応え。天の勝ちタイヤいい位置、果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをもっとまんまで押し上げていきます。日米王者意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 これは届かないでしょう。勝ちましたね。2番手はワイズダン、天の勝ちタイヤ先頭だ。天の勝ちタイヤゴールイン。2着はワイズダン、3着にシドニーズキャンディー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の勝ちタイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。 BC カップどんどん取っていきます。勝ちタイヤこの年までですからね。最後の1年ですごく実績上げました。天の勝ちタイヤ。さあ BC マイルに天のアミーゴ登場。こちらも一番人気、オットゴルディコバガとの対戦だ。これはちょっと強いぞ。ジャースキャットもいる。ではレース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップマイルは、その名の通り芝 1600m をマイル戦です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦ブリーダーズカップマイル。世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。
スタートしました。アマノアミーゴ。お、アミーゴいいスタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアマノアミーゴ行きました。続いて前へ行くのはドライクラナック。さらにはグラビオラスコモンズ。14番ジュリエスティング。その後ろ先頭はなんとアマノアミーゴ。場内ドッと湧いています。その後ろからはゴルディコバ、ウィルダネスウィンスト、それに続いています。並んで漆黒の馬体。ゴルディコバじゃないよ、先頭立ってんのは。これに続くのがナレーションスムース。その外からマイヤーバーリー、ノルディックトゥルース、そのうちに続いています。その外にさあ2番でつけましたね。これはアミーゴにしては相当前の位置。クリフス最高峰にリアレストシークエンス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度この辺りで各馬第3コーナーに入ります。斉藤先頭を伺う。先頭が変わりました。グラビオラスコモンズ。ここで先頭が入れ替わりました。さあゴルディコバも上がっていく。グラビオラスコモンズ2番手に控えました。さあこの決着をつける時が来た。日本と世界結果どうなる。ああしかし残り200メートル。アマノアミーゴどうだ。差は詰まらない。2番手は押し切りました。アマノアミーゴ強い強い。アマノアミーゴ圧勝ゴールイン。2着はゴルディコバ、3着にゴルディコバをなんと破りました。見事な勝利を収めました。アマノアミーゴこれはまさしく日本が世界に誇れる馬です。大きな勝利です。アマノアミーゴ BC マイル連覇達成です。さあそして BC クラシックゼニアッタが出走。アマノフューソナも出てきます。ゼニアッタ1番人気、アマノフューソナ4番人気、ゲームオンデュードが結構ライバルかな。クオリティロードも強い。なるほど、ゼニアッタブレームもいるな、はい、大激戦と言えるんじゃないかなと。日本からエスパールシティも出走しております。さあ1番人気かゼニアッタは。エスパールシティがうまく対抗してほしいけどどうなるかな。レースです。さあ、ブリーダーズカップクラシックダート 2000m G1 サンタイタ競馬場、ゼニアッタ天の冬空が出走です。さあゲームオンデュードを破ることはできるのでしょうか。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックスブリーダーズカップクラシックまもなく発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エスポワールシチ前に行きそうです。ゲームオンデュード、それに続いています。さらにはスーパーセイバー、漆黒の馬体、ティズウェイ、その後ろエスポワールシチ先手を取りました。好位置をキープしています。さあ前は結構叩きますね。その隣にジェネラルクォーターズ、内からはクオリティロード、アリオスコロナック、その前に進出。並んで3番ブレーム、これに続いてクワイタバイタリティ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ブラムエイビー、そのうちに続いています。ノーアールホリデー、それに続いています。すぐ後ろにゼニアッタ、最後方にマインザットバード。各馬砂煙を上げてかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。スパールシチですね。先頭は淀みのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。 G1 馬エスポワールシチ依然として先頭。さあ先頭はまだ12番エスポワールシチ。ゲームオンデュード、ほとんど差がありません。3番手にアマノフェユソナ、フユソナの方が上がっていく。これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ中を割ってくる一方ブレーム、あと 200m ブレーム、余力は十分。さらに引き離していくか。2番手はクオリティロードブレーム、強い強い。追い込んだが遠かない。圧勝ゴールイン。2着はクオリティロード、勝ったのはブレーム、見事な勝利です。厳しかった。ゼニアッタが3着、フユソナ6着ですね。
さあ JBC レディース CL、アマノキャンキャン、アマノドロー、キャンキャンが1番人気、ドロロが2番人気。レースいきましょう。大井競馬場 JPN1JBC レディースクラシック牝馬限定ダート 1800m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーホードルチェ前に行きそうです。プロビナージュそれに続いています。さらにはエルガンドリア、 G1 馬アマノキャンキャン、その後ろオーホードルチェ先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。これに続いてプレセリターマック、好位置をキープしています。アマノドロロ、ミラーモレッド上がっていきました。その隣にメイプルホース、すぐ隣にカラフルスパイラル、すぐ後ろにサフランバーリー、ストップザルシル、すぐ後ろしんがりから東北美人、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度漆黒の馬体、東方ドルチェ依然として先頭、並んで足毛の馬体、エルガンドリア、プレセリターマック、それに続きます。その後ろからはプロビナージュ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は東方ドルチェまだ粘っています。エルガンドリアほとんど差がありません。間を挟んでプレセリターマック押し上げていた。なんだ天のドロロまだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャンキャンだ。先頭変わりました。先頭は天のキャンキャン。ドロロも2番手上がったが、さあつまらない。大きく引き離しました。2番手は天のドロロ、天のキャンキャン、この馬で決まりか。勝ちました。天のキャンキャン今ゴール。段違いの強さです。2着は天のドロロ、3着にプロビナージュ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のキャンキャン。連覇ですか。キャンキャン、これで星5になりました。ドローは星、学習能力も交流重賞、田脇良花。さあ JBC スプリンター、間の気持ちいい1番人気、バンクル立山、マルカフリートらが出走、シビルウォーも要注意ですね。ではレースいきましょう。大井競馬場 JPN1 JBC スプリントだと 1200m 電撃戦です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはナージャマジソン、綺麗なスタートを切りました。3番ナージャマジソン行きました。ナージャマジソン先手を取りました。その外からマグニフィカ、メジロアンサー、そのうちに続いています。その後ろにグリーンオート、好位置をキープしています。天の気持ちいい、その外にバンクル立山、これに続いてミリオンディスク、その隣にティムズネオン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。メジロアンサー、2番手はバンクル立山、大外から黄色の帽子、天の気持ちいい、気持ちいいがいいスピード。後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。引き離すのみ。先頭に立ったのは天の気持ちいい。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はバンクル立山、天の気持ちいい。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマルカフリート、3着にバンクル立山、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の気持ちいい。そして JBC クラシックにスマートハルコン出走です。そして天のラッキースタも出ますね。不利要素
が強敵として立ちふさがりますが、果たしてどうなるか。天垣スター戦法変えられますが、まあ、先行策までだろうな。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 JBC クラシックダート 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アジュディエロー前に行きそうです。スマートハルコン、それに続いています。さらにはワンダースピード、5番サクセスブロッケン、その後ろスマートハルコン、先手を取りました。赤の帽子アマノラキスタ、いい位置につけました。その隣にマコトスパルビエロ、その外にグリオーソ、その後ろにスクイークスパーク。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。その後ろにサンライズバッカス、オレンジの帽子コンプトンリコール、その後ろしんがりからボンネビルレコード、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から最強王者スマートハルコン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。その後ろからはサクセスブロッケン、すぐ後ろにマコトスパルビエロ、その外からワンダースピード、アマノラキスタ、いい位置です。並んで6番フリオーソ、すぐ隣にアジュディエロ。キスタース結局差しになりましたね。コーナーに入ります。前はスマートハルコン、さあスマートハルコン気持ちよく逃げていくようには見えますが、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ後ろを捕まえにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スマートハルコン先頭、あでも一気に引き離しますね。まだ持ったまんま大きく引き離しました。2番手はマコトスパルビエロ、完璧です。ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はマコトスパルビエロ、3着にワンダースピード、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスマートハルコン。残念ラキスタ。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。再開します。アルテミスステークサーマの連邦です。2番人気1番人気はレブディソルブ。トナウブルアラバマコメディか。さあ、レホは先方選べます。先行作かな。勝負です。ダイジェスト、東京2歳 G3 アルテミスステークス、牝馬限定だ。芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ドナウブルー先頭、外からレイブディソール、先頭変わってレイブディソール、内からアマノレンホー。レンホーも頑張っているが、残り 200m 先頭。さあ、この叩き合いどうなる。レイブディソールが完全に抜け出した。レイブディソール差を広げる。先頭はレイブディソール、1着でゴールイン、2着はアマノレンホー、3着にドナウブルー。1番人気に応えましたレイブディソール。惜しかった。見事です。さあ、サンステークスです。1番人気はベストロケーション、凱旋部シーチ部も出てまい、クラブ馬出てまいります。ダイジェスト、京都 G2 毎日放送賞スワンステークス、芝 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。メジロデライン先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。残り 200m、 さあ先頭は今度はゴールスキー。ゴールスキー大激戦、外が有利 か。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ゴールイン、思いっきりなだれ込む。あー、どうだろう。あー、2着惜しい。アドマイヤロイヤル方が先着しておりました。花花差の大激戦。さあ、ルーラーシップ天皇賞秋出走です。ルーラシップ1番人気、クラブは4頭出ますね、当選上段キャプテントゥーレ、凱旋ヘルシオラです。そしてライバルとなるのはアーネストリーとなります。アーネストリーはオールカマーを取っております。戦場だ。ちょっとペルーサはしんどいんで、キャプテントゥーレあたりか。レース行きましょう。東京競馬場 G1 秋の天皇賞、芝 2000m 中距離王決定戦です。ルーラーシップが勝ってほしいですが、どうなりますでしょうか。3歳で出走です。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ、最後は大外枠のサンライズマックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはベストメンバー。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがベストメンバー。
続いてキャプテントゥーレベストメンバー先手を取りました。その後ろからは凱旋決命石青の帽子アーネストリー、その後ろこれに続いて当選ジョーダン凱旋ヘルシオ、そのうちに続いていますインティライミン、その前に進出ペルーサ、それに続いていますすぐ後ろにサブジェクト、並んで古豪アドマイヤ富士、すぐ隣に完全後方ですね、最後方と言ってもいいぐらいだ。力はオアシスセッション、その後ろにネバブション、その隣にサンライズマックス、これに続くのがマイネルキッズ、最高峰にルーラーシップ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。合計機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。キャプテントゥーレ、2番手はベストメンバーインティライミン、3番手ルーラーシップ、これはいい位置につけています。いい位置、最高峰、直線に入りました。これからの勝負、キャプテントゥーレ先頭、2馬身から3馬身引き離す、当選上段。さあルーラーシップ一気に上がってくる、さあ先頭だ。ルーラーシップ、あと 200m、 ルーラーシップ余力は十分か、さらに引き離していきます。引き離した、ルーラーシップ1着、ルーラーシップ完勝、2着は当選上段、3着にアーネストリー、これがダービー馬だ。ルーラーシップ強かった、東京の地で再び今度は小馬相手に G1 を制覇しました。ルーラーシップG1 4連勝となります。キザレベルもアップ。さあ、片尾マイガールが主走ですね。父はソング・オブ・ウィンド、母シーキング・ザ・パールと、なかなかの名馬です。3頭だけ、海外は2頭です。うち週までなのか、頭数が少ないと来週やるかもしれませんが、これ11月になりました。さあローテ決め、勝ちタイヤは西ダートマイルを制しまして、これで10勝、まだ10勝目なんだ。勝ちタイヤ、さあここはもう BC マイル行くことですね、決定です。気持ちいいは JCB スプリントを勝ちました。普通に短距離じゃなきゃダメってわけじゃないですからね。気持ちいいは東京大賞典に挑みます。さあこれが引退レースになるんじゃないでしょうか。そして iPod です。 iPod もここが引退期待かな、覚醒だけどな、1500は全然大丈夫だからな。でアミーゴ15勝、 BC マイルを制、ゴルディコバを破って BC マイルを制しました。これは本当に大きいですね。 BC マイルは連覇です。アマナアミーゴ、想定内
スピードだけなんだよな、本当。全然やったも放牧中。小泉は香港カップへ。天のハールは有馬記念か。ハール何勝、11勝か。でスマートハルコン、まあまあ東京大賞典は順当でしょうね。で円形の戦記がマイルチャンピオンシップ冒険ブルースリーが、3着か。まあこれ一周放牧しましょう。柔軟性 C、 そうそう、 G1 を取りたいですね。エリジはその最適の場所だと思われます。ここに行こう。有馬か。有馬じゃないな。距離的線的には有馬でもいいんですが、ここ天のブログがいいのか。ブログはやめとこう。譲ります、ブログは。ブログはどこに譲るかな。ブログ放牧中なんや。つぼみってこれで引退だっけ。いやそんなわけない、これからです。行ってみるか。こっちでもいいけどな。こっち行きましょう。挑戦です。ブエナビスタ、クイーンエリザベス2世ステークスは残念な結果でしたが、香港カップに挑みます。おそらくこれが引退レース、いやまだかな、まだ1年やれると。でブラックキャビア、ちょっと疲れが心配だが、これで G1 発勝なりました。金札の記事を満たします。スネミク5勝目、あと3勝ですね。エリザベスじゃない、でも出すレースは。ここか、ここに出しましょう。あ、ダートか。じゃ出せるレースがほとんどない。あと香港だもんな。
いや、まだ無理でしょう。9380万。ドロロが JC は距離はいいんだけどな。でもやっぱり足りなさすぎます、力的には。浦和行きましょう。フリオーソとぶつかりますが、どこまでやれるか。しようか。2400はギリギリですからね。ちょっと距離が不安です。だからといって、まあハリウッドダービーぐらいだもんな。でも出ましょう、ハリウッドダービー。カッパ出ない。これダミーのレースだ。あー、ダミーのレースだったけど、出せなくなっちゃったや。CC は長いな。ターコイズとかかな、まあ、ここでもいいですけどね。まあ、ターコイズ出しましょう。距離は合うからな、仕方ない。ようやく一勝あげました。自分は取ってませんが。そしてカレンちゃんです。カレンちゃんはまだ自分は取っていない。そうそう、取らせてあげたい。天の宮ダートのみですかね。で、出すレースも厳しい、限度があります。出してあげましょう。けど強いレースでしたね。まあこれはもう、もうね、朝日杯行くしかないです、フランケル。レオルフェーブルがいて、インサイトが、まずはジュニアグランプリへ。レホが、ジムライズフィーズはどうかな。賞金はいいんだけど、まあでも他いないもんな。
定礼拝とかもあるが、なんか芝か。蓮舫を出すレース結構限られるんで、デイリー杯でちょっと今フランケルに一応登録はしときましょう。週までかな。東海トリックだ。よくか、ゴールドシップ。さあネクスト、マニカトステークス天の送り人一番人気となります。122、クワイエットデュエット116とか、116の馬がいないんで安心できないですね。セーナイト、カプスポンダー、レース行きましょう。ムニーバレー競馬場 G1 マニカトステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。花を切ったのはテッサフローラ、続いてアスリーアマリテュード、この馬も前へ、さらにはキャメロンアンセム、5番アマノークリビト、その後ろ先手を取ったのはキャメロンアンセム、その隣にカプソポンダ、ニトロサバンナ、すぐ後ろさらにはセイナイト、これに続くのがサムバディブニング。この辺りで先頭が変わりました。カプスポンダ、セイナイト、ほとんど差がありません。さあ天の送り人、前を捉えるか、後続も追い上げていきます。送り人先頭を伺う、先頭になった。間が空いてカプスポンダ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう直線は短い。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。2番手はオールサイレント、天の送り人、送り人なんとか押し切った。送り人1着でゴール、2着はオールサイレント、3着に激戦を制しました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キサーレベルアップ。カンタラステークス天の花盛りも一番人気ですが、106、いや勝てないでしょう。一応レースです。フレーミントン競馬場 G1 カンタラステークス芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはタイフーントレイシー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくタイフーントレイシー行きました。続いて前へ行くのはガイドブックカナス、さらにはスタイル&トレイル5号マスクストテヘラン、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先手を取ったのはタイフーントレイシー、好位置をキープしています。天の花盛り、その隣にグレイトボイス、ルーザカスケード、この馬もこのグループ、サフィリジハッシュ、そのうちに続いています。並んで10番インターバルシャック、すぐ隣にスターコーモラント、内からはテイクアデザート、その外からパワフルバンシー、先頭は依然としてタイフーントレイシー、2番手はスタイル&トレイル、ガイドブックカナス、3番手大外から黄色の帽子、天の花盛り、伸びてきたタイフーントレイシー先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。さあどこにいる、あーこれは厳しい、馬群にし馬群にもわれている。タイフーントレイシー先頭、2番手はスペシャルデューティー、タイフーントレイシー、タイフーントレイシー4着か。2着はスペシャルデューティー、3着にサビッジハッシュ、勝ったのはタイフーントレイシー、見事な勝利です。ハザカヤ4着に敗れました。さあアルゼンチン共和国杯は、まあ、これは省略、ミヤコステークスは凱旋ナルニアだがこれも省略、福島民友カップ、凱旋 メタボが2番人気、1番人気セキトビショップになります。ダイジェスト、福島オープン特別、福島民友カップダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、凱旋メタボ先頭、前に迫るセキトビショップ、凱旋メタボ先頭、大激戦だがメタボが抜け出した。凱旋メタボゴールイン、2着はセキトビショップ、3着にオートリオルメック、見事に勝ちました凱旋メタボ。さあシュイス・デゼーグがやってきますね。これは強いよ。クイーンザベス2世ステークス、ブエナビスタを破っております。ムーランドロシア層ではゴルイコバ、インターナショナルステークス天のアイポッドを破ってますんで強すぎるな。ん？なんか出ろって言ってますね。こいつは出ない、フェナビスター出ないよ、距離が持たない。 iPod はね出していいんですよね。さあ5頭か、微妙だな。エリゼオ、カタノフェイト、イザベス上杯、この週までやりますかね。浅田真央だ、主役の座は渡さない、チーフ作りは3頭の激戦となります。そうだが、だっけ、お、勝
チタイヤが被っている。ハンカチ任せましょう。そしてハウルは誰を手に？ハウルはクロダ騎手、シンド騎手か。でも追い出すべきだろうな。キャンキャンダートだからな。ラーケン11月を3週か。レースだっけ、何回出して保険ブルースリーだっけ。ある日はどうするかな。次これで11勝、まあ、どこ出してもいい感じですがね。ここでもいいし、ここという手もあります。ここ出そうかな。あ、これ距離上限か。ほぼちょっと世界に花、ここはどうかな。なんか世界に花普通に出せばいいような感じはあるけど、イナバウアーが
こ行ってみよう。まあ、さあクリテリウムドサンクル方のツイッター一番人気となります。がこれだけで見たらわからないでしょう。レースです。サンクル競馬場2歳 G1 クリテリウムドサンクル芝 2000m です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。ナンビナクル前に行きそうです。マキシオスそれに続いています。さらにはビーチテヘラ連勝中のフリスザテーブル、その後ろマキシオス先手を取りました。フィオレンテそれに続いています。並んで4番キャリアースキャンダル、すぐ後ろにワンダーオブワンダーズ、その外にリライアブルマン、サボーデリコール、それに続きますシーカーダブルス、すぐ後ろさらにはインビジブルプローブ、その後ろからはマッチレスアンサー、その外からアイスニンファ、後ろからの競馬になりました。方のツイッター、安城の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにシユーマ、しんがりからビートゥンアップ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から3番マキシオス、依然として先頭、その後ろにビーチテヘラ、大きく離れましたナンビナクル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として無敗のマキシオス、ビーチテヘラほとんど差がありません。さあ差が詰まってくる。リスザテーブル3番さあビーチテヘラだが先頭、外から勝ちきれぬのか。残り 200m を通過して横一線追い上げてきた、叩き合いだが、あーっとここで伸びが止まった。ビートンアップ、ビートンアップ、1着2着はクリスザテーブル、3着にリライアブルマン、勝ったのはビートンアップ、見事な勝利です。一瞬抜け出すと思ったんですがね、ここから伸びね、伸びなかったっていうか、ちょっと足が鈍ってしまった。喉なり医師に直してもらいましょう。ダーレークラシックカレンちゃん6番人気となりますが、102、でも今はまだカレンちゃん我慢のしどころですね。先輩はこれでいいや。ダイジェスト、フレミントン競馬場 G1 ダーレークラシック芝 1200m 直線競馬です。先頭に戻りましょう。スタースパングルドバナー先手を取りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。スタースパングルドバナー先頭、後続も横いっぱいに広がっている。残り 200m、 さあ先頭は今度はヘイリスト、2番手は JJ ザジェットプレム、先頭はヘイリスト、1着でゴール、2着にはどうやらセイクリッドキングダム、勝ったのはヘイリスト、見事な勝利です。なんか何着かわからない状態ですね。あ、掲示板には載っている5着でした。武蔵野ステークスに凱旋ジュピターですがちょっと人気がない。デリハイ2歳ステークス天野蓮舫です。2番人気。1番人気はメジロガブスレイ、ガブスレイは桔梗ステークスを1着取っております。アベンチュラなんかもいますがね。東海トーン、ルルーシュ、ダイジェストです。京都2歳 G2 デリーハイ2歳ステークス芝 1600m ダート戦です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。いいですね、天野蓮舫突き放しにかかります。アベンチュラ2番手、手応えはまだ分かりませんが、でも蓮舫いい伸び足、2番手はメジロガブスレイ、天野蓮舫先頭だ。天野蓮舫なんだ勝ったが、2着はメジロガブスレイ、見事に勝ちました。天野蓮舫うまく乗ったっていう感じはありますね。まあ、馬の力としては突き抜けたものは感じないですね。重賞初制覇です、川田騎手。さあ、エリザベス女王杯です。型のフェイトが出走、クラブは凱旋浅田真央、帝王プリキュアラが出走です。スノーフェアリーですか、ライバルは。とチーフズプリマもいます。さあ、エリザベス女王杯となります。レースで、あ、ダイジェストになっちゃった。さあ、直線に入りました。これからの勝負、日曜王者の争いだ。型のフェイト先頭、さあ内から残り 200m、 スノーフェアリー、スノーフェアリーだ。先頭はスノーフェアリー、スノーフェアリー、あーっと出遅れた。スノーフェアリー、スノーフェアリー、わずかに及ばず。2着は型のフェイト、3着に天馬バトル、スノーフェアリー、見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。そう、外国馬かこれ、スノーフェアリーって。福島記念、天野千の風一番人気。アルコセニオーラダイジェスト、福島 G3、福島記念、芝 2000m です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ダークシャドウ先頭、2馬身から3馬身引き離す。2番手は凱旋ダイヤパル、ダークシャドウ先頭だ。先頭はダークシャドウ、1着でゴール、2着は凱旋ダイヤパル、3着に天野千の風、見事に勝ちました。ダークシャドウ千の風3着。先生マン、トゥーザグローリー、香港カップ、パパネ。さあ、マイルチャンピオンシップ4とギリギリの出走です。海外の遠征はなし。神が一強なんだ、マイルチャンピオンは。さあ、ここでちょっと疲れてる馬が、ツイッター乗らないですが、ここに指示を与えられない。ツイッターは休んでるので。さあ、蓮舫はここ取りましたんで、順調にジュブナイルステークスか。勝負根性 G、
さあ、送り人発祥、これは金札確定したんじゃないでしょうか。送り人早熟ですが、ここまでかな今週は。金亀、お、天野一郎が7位、アイマック8、9位、ドンタコス、なんとドンタコスが10位です。お、アミーゴ、ギド戦記、ハニカミの順ですね。今日展望と全然違う。さあ、ホイールキャプチャーがやってまいりました。インチ株、インティ株か。肩のヘイトやれましたね。蓮舫、さあクラブは、あ、ホイールキャプチャー結城エナが持ってる馬なんだ。サウジアラビアロイヤルカップを取っております。でもまだマイン、ホイールキャプチャーようやく終始プラマイゼロなんですね。はい、ということでここまでかな。はい、見ていただいてありがとうございました。今回は10月の4週から11月を3週までお送りいたしました。11月を2週までお送りいたしました、次回は聞けば11月を3週からですね。おそらく12月を3週までとなるんじゃないでしょうか。そして次回は聞けば後半となります。ジャパンカップとか、ダート王決定戦、チャンピオンズカップとか、香港のレースなども待っております。次回お楽しみに。はい、この配信はツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。この動画のアーカイブを YouTube にアップロードいたします。 YouTube チャット欄に、 Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスお願いします。2日後、20日21時頃にプレミア公開で、いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード、マイ YouTube チャンネル、プレミアライブ、トゥーデイズアフター、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 TwitterX のアカウント持っております。 Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひ見てください。 TwitterX アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。